どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、先日ね、JAL が燃油サーチャージの引き上げをですね、2023年12月1日発券分からね、いたしますということで、大幅ね、アップが発表されましたよね。価格的にはですね、こちらにね、ちょっと載せておきますけども、東京からね、北米路線であれば、片道4万7000円。まあ、往復するとね、9万超え。まあ、ハワイに関してはですね、片道3万500円。往復で6万1000円にね、引き上げになるということで、まあ、こちらはですね、2023年の11月の1日発券分ということで、11月までにですね、発券していただければね、今のね、燃油サーチャージでね、発券できるわけなんですけども、2023年12月1日以降はですね、こちらがね2ヶ月間1月の31日発券分までね適用されるっていう風になりますんで非常に高いですよね。でこちらはですね JAL でね発表されたわけなんですけども、まあ JAL がねこういった感じで燃油サーチャージを引き上げたということはほぼ確実にですね同程度のね燃油サーチャージ引き上げをね発表されると思いますので、今回の動画では ANA マイルで ANA のね飛行機に乗ってしまうと燃油サーチャージかかってしまいますよね。で、またね、JAL マイルで JAL を発券してしまうとですね、燃油サーチャージかかってきてしまうっていう風になりますんで、今回の動画では ANA マイルで提携の航空会社で燃油サーチャージがかからない路線、またね、JAL マイルで JAL の提携のね、航空会社で燃油サーチャージがね、かからない路線をまとめてね、紹介していきたいななんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではですね、やっていきたいなと思うんですけども、ANA マイルで発券した場合のニュージーランド、アビアンカ、LOT、ポーランド航空、スカンジナビア、シンガポール、TAP、ポーランド航空、ユナイテッド航空ですね。で、JAL マイルの場合は、アメリカ、ハワイアン、エールフランス、カタール航空、エミレッツ、マレーシア。まあ、ここをね、発券していただければ、ANA マイルでね、発券した場合でも、燃油サーチャージがね、かからない。もしくは、ロットポーランド航空であれば、まあ、安いね、燃油サーチャージで利用できるっていった形になります。ですので、ANA マイル、JAL マイル貯めている方で燃油サーチャージね払いたくないよっていう方はですね、ぜひねこちらの航空会社で検索ねしてみていただければななんていうふうに思います。まずですねこのねニュージーランド航空なんですけども、こちらねちょっと今もう枠開放してないのかもしれないですね。結構調べたんですけども、出てこなかったですね。で、またね、JAL マイルの、カタール航空とエミレーツ、これもヒットしなかったんで、まあもしかしたらですね、私のちょっと探し方が悪かったかもしれないんですけども、ちょっとね、ヒットはしなかったですね。で、ニュージーランドはですね、ちょっとヒットしなかったということで、アビアンカ航空はですね、燃油サーチャージなしでね、利用することができます。コロンビア、ボコタのね、本拠地の、航空会社になるわけなんですけども、ボコタからリマとかね、まあ、こういった路線で検索ね、ヒットしましたので、そちらが、こちらですね、ボゴタからリマ路線、アビアンカ航空で、特典ね、エコノミークラスで発券することができました。で、燃油サーチャージはね、かからず 17,670円っていう風になります。まあ、こういった感じでね、アビアンカ航空は、検索もね、ヒットしてきましたので、コロンビアとかですね、南米の方ですか、はい、行く予定のね、ある方はぜひね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。それでは LOT ポーランド航空ですね。こちらね、燃油サーチャージが安いっていう風になりまして、まあないわけじゃないんですけども、まあ結構ね、まあ安めに利用することができます。で、ポーランド、ワルシャワがね、本拠地になっておりまして、成田からね、直行便も飛んでおります。ですけども、枠はね、結構少なめなんで、まあエコノミークラスとかだったらね、往復で利用することはできると思うんですけども、まあ利用できる方はですね、結構ね、柔軟にね、休みが取れる方向けになるかな、なんていう風に思うんですけども、ポーランドとかね、行ってみたい方は ANA マイルでね、LOT ポーランド航空のね、ワルシャワ路線ね、利用していただくっていうのもいいのではないのかな、なんていうふうに思います。で、次にスカンジナビア航空ですね。こちらもね、ないわけなんですけども、これもね、もうスタイラスで脱退するっていうのをこの前ね、動画で話したと思うんですけども、もう発表してるんですよね。ですので、まあ、いつまで使えるかわかんないっていうのもあって、今ね、これ検索ヒットしてこなかったんですよね。ですので、もしかしたらこれはもう利用できないのかもしれないですね。ちょっと私の探し方がね、悪いのかもしれないですけども、私がね検索した感じだとね結構いろんな路線調べてみてみたんですけどもヒットしなかったですね。で次にシンガポール航空ですね。やはりねシンガポールに行きたい方、またシンガポール航空がね飛んでる路線を、まあ、利用したい方っていうのはですね、この ANA マイルでシンガポール航空を発見していただくっていうのはね非常にねおすすめです。燃油サーチャージねこちらもかからないっていう風になりますし、このシンガポール航空のね特典航空券ってエコノミークラスはですね非常にね開放が多いっていう風になりますんで、羽田とかね関西とかからねシンガポールエコノミークラスにはなりますけども、燃油サーチャージ無料でね利用することができ
ができるっていう風になりますんで、このね、燃油サーチャージ高い時期にですね、シンガポール航空がね、飛ばしているところをですね、利用していただくっていうのは、かなりね、おすすめっていた感じになります。羽田成田だけじゃなくてね、関空とかもね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、こちらも、旅行先のね、一つの検討にね、入れていただければな、なんていう風に思います。それでは次に TAP ポーランド、ポルトガル航空ですね。失礼しました。はい、こちらもね、燃油サーチャージでね、なしで利用することができるんですけども、この TAP ポルトガル航空っていうのはね、確か日本就航してなかったと思いますんで、ポルトガルリスボンね、本拠地なんですけども、まあこちらね、ヨーロッパ、以降のね、まあ移動に使えるかななんていうふうに思いまして、まあリスボンからニューヨークとかね、先ほどこちらですね、検索させていただきましたけれども、まあリスボンからニューヨーク、ニューヨークからリスボンね、エコノミークラスで利用することができて、燃油サーチャージね、かかわらずして利用することができるっていった形になります。まあ日本就航してないですし、まあ ANA マイルの場合はね、提携の航空会社も含めてね、往復しないとね、発券することができませんので、まあちょっと利用できる方っていうのはね、限られると思うんですけども、一応ね、こういった感じで利用することができます。それでは次にユナイテッド航空ですね。ユナイテッド航空といえば、燃油サーチャージがね、かからないっていうので、まあ結構有名ではあるんですけども、このね、ユナイテッド航空っていうのはですね、日本発着部分はですね、燃油サーチャージかかっちゃうんですよね。今ね、運休してますけども、ハワイ路線とかもね、あったりね、利用するアメリカ本土もね、すごいたくさん飛ばしているわけなんですけども、ANA マイルで日本発着便を発券してしまうとね、燃油サーチャージかかってきてしまうっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければな、なんていう風に思います。ですので、基本的にはね、このアメリカ国内、ロサンゼルスからシカゴとかね、まあこういったね、アメリカ国内とかのね、移動にはね、結構いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、日本からですね、アメリカ本土とか発見してしまうとね、燃油サーチャージかかってきてしまうっていうふうになりますんで、この点はね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。ですので、まあ、ANA マイルでユナイテッド航空のね、発見するっていうのは、まあ、日本発着以外がね、まあ、おすすめっていた感じになります。まあ、ANA の方はですね、こういった形になりまして、紹介させていただいたわけなんですけども、でですね、ちょっと前にですね、燃油サーチャージがかからない路線っていうのを、私の動画でね、もう1年半とか、もうそのぐらい前になると思うんですけども、動画ね、作らせていただいたんですよね。で、その時にね、燃油サーチャージがかからない路線っていうのを、まあ、ANA の方にね、確認して、その動画作らせていただいたんですよね。で、その時の路線がですね、マニラ発券の東京経由のニューヨークオフとかね、まあ、こういった海外発券をしていただくと、燃油サーチャージね、かからないですよっていうね、話をさせていただいたんですよね。ですけども、今現時点ですね、燃油サーチャージね、徴収開始になっていたりですね、またね、燃油サーチャージ少ないですけども発生したりですね。まあそういった感じでね、昔はね、すごい安く利用することができてた路線もですね、今はですね、当時紹介したのでね、今利用できるのって、こちらぐらいですかね、シンガポール発の東京経由のニューヨーク往復。まあこちらね、シンガポール発券なんで海外発券になってしまいますんでね、利用できる方っていうのはね、かなり限られると思うんですけども、一応ね、シンガポールをね、出発地としていただくと、東京経由してニューヨーク行ったとしても、6万5000マイル、またね、燃油サーチャージね、かからないで2万3000でね、利用することができるっていう風になりますんで、今現時点でおすすめできるっていうのはここですかね。マニラとかね、発見で、東京経由のニューヨークとかね、良かったんですけども、あちらもね、サーチャージが今もう4万円ぐらいね、かかるようになってしまいましたし、またね、韓国とかね、台北とかそこら辺とか出発のヨーロッパとかもですね、昔はね、燃油サーチャージかかんなかったんですけども、まあそこら辺もね、燃油サーチャージ徴収始まってしまいましたので、海外発見のね、シンガポール、東京経由のニューヨーク往復。まあこれアメリカ本だったらどうでもいいんですけども、まあこういった路線はですね、未だにね、安くね、利用することができるっていう風になりますんで、一応ね、まあ基本的にね、なかなかこういった感じでね、利用できる方ね、行きと帰りね、シンガポールから東京別に発券しなきゃいけないんで、まあ利用できる方ね、かなり限られるとは思うんですけども、一応ね、こういったやり方もね、ありますよっていうことは、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。それでは次に JAL ですね。JAL の場合も JAL マイルですね。こちら辺のね、航空会社発見していただくとですね、燃油サーチャージかからないっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思うんですけども、JAL の場合はですね、JAL のね、特典航空券の必要マイル数、特に国際線はですね、
ダイナミックアワードになっておりますよね。ですけども、この提携のね、航空会社の必要マイル数っていうのはですね、こういった形になっておりまして、JMB 提携航空会社特典航空券マイル早見表ということで、距離に応じてですね、必要マイル数がね、変更になるって言った形になるんですよね。ですので、ダイナミックアワードではね、ないっていう風になりますんで、JAL マイルの場合はですね、JAL のね、特典航空券発券してしまうと、燃油サーチャージもかかってきてしまいますし、ダイナミックアワードだしということで、ちょっと利用しづらい部分ね、かなり多いのかななんていう風に思うんですけども、このね、提携の航空会社ね、利用していただくっていうのはね、非常におすすめです。で、こちらであればですね、燃油サーチャージかからないっていう風になりますんで、ぜひね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。まずね、アメリカン航空からなんですけども、JAL マイルでアメリカン航空を発券していただくと、燃油サーチャージなしでね、利用することができます。で、こちらね、特典枠ね、そこまでめちゃくちゃ多いわけじゃないんですけども、まあ、取れなくはないかなっていう感じですので、アメリカ本土とかね、行かれたい方は、JAL マイルでアメリカン航空発券していただくのがね、非常におすすめっていた形になります。東京からニューヨークですね、6700くらい距離がありますんで、まあ、東京からニューヨークね、こちらが東京からニューヨーク4万5000マイルで、燃油サーチャージなしでね、利用することができるって言った形になるんですよね。で、逆にね、ニューヨークから東京もね、4万5000マイル、燃油サーチャージなしでね、利用することができるっていう風になりますんで、エコノミークラスになりますけれども、往復9万マイルね、かかってくるっていう風になるわけなんですけども、燃油サーチャージはかからないっていう風になります。ちょっとね、必要マイル数がね、多いですけども、これね、往復でね、発券していただくと、7万マイルで済むんですよね。これね、ちょっとよくわかんないんですけども、距離でね、決まってるはずなんで、9万マイルで出るかななんていう風に思ってたら、東京からね、ニューヨークの往復をね、ちょっと調べてみたらね、なぜかね、7万マイルで出てきたっていう風になりますんで、まあこれちょっと理由わかる方ね、教えていただければななんていう風に思うんですけども、東京からニューヨーク、ニューヨークの東京でね、調べると、片道だとね、こういった形に出るんですけども、往復だとね、7万マイルで済むっていう風になりますんで、まあそうなってくるとね、片道3万5千マイルでね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、非常にいいですよね。ですので、JAL マイルでアメリカン航空のね、アメリカ本土のね、特典航空券の発券っていうのはね、結構いいのかななんていう風に思いますので、アメリカ本土行きたい方は、JAL マイルでアメリカン航空で発券していただいて、利用していただくのはね、非常にいいのではないのかななんていう風に思います。で、次にね、ハワイアン航空ですね。まあ、ハワイアン航空もね、燃油サーチャージなしで利用することができて、まあ、本拠地でホノルルで、ハワイアン航空といえば、まあ、ホノルルっていう感じですよね。で、こちらね、特典航空券で、ね、枠全然あるんですけども、繁忙期はですね、ブラックアウトでね、特典航空券で発券できないようになっておりますんで、まあ、たまにね、去年だったかな今年だったかなちょっと覚えてないですけども、7月の終わりとかね、結構出たとかね、出ないとかね、結構あったんですけども、一応ね、利用することができないみたいなんですよね。ですけども、枠自体はね、結構ありますので、こちらね、ハワイアン航空でね、利用させていただいた時の東京からホノルル便なんですけども、片道2万3000マイル、6630円でね、燃油サーチャージこれでね、利用することができるっていう風になりますんで、ハワイ路線ね、繁忙期以外でもよろしければ、このね、東京ホノルル間っていうのは、ハワイアン航空でね、利用していただくのがおすすめっていた形になります。往復4万6000マイルでね、利用することができる計算、またね、燃油サーチャージもかからないっていう風になりますんでね、こちらぜひね、覚えておいてください。それでは次にエールフランス航空ですね。こちらもね、燃油サーチャージがかからないっていう風になっておりまして、パリがね、本拠地になっておりまして、普通にね、特典枠も、検索したらね、出てきたっていう風になりまして、必要マイル数はね、4万5000マイル、4100円でね、利用することができるっていう風になります。ヨーロッパまで行ってね、燃油サーチャージなしで利用できるっていうのはね、かなりいいですよね。まあこちらね、東京成田空港からパリですね、利用することができるっていう風になりますんで、ヨーロッパ、特にね、ヨーロッパのね、エールフランスがね、就航しているところね、利用していただくのはね、かなりいいのではないのかななんていう風に思います。それでは次にマレーシア航空ですね。もうマレーシア航空といえば、まあ、クアラルンプールって言ってもね、まあ、過言ではないと思うんですけども、マレーシア航空のね、クアラルンプール便っていうのもね、非常に特典枠ね、あるっていう風になりまして、必要マイル数はですね、2万3000マイル、燃油サーチャージなしでね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、クアラルンプール利用されたい方はね、結構いいのではないのかななんていう風に思いますので、マレーシア航空のクアラルンプールね、利用していただくっていうのもね、かなりおすすめっていった形になります。ということで今回ですね、ANAマイルで燃油サーチャージがかからないね、
航空会社、またね、JAL マイルで燃油サーチャージがかからないね、航空会社まとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、こちらもね、結構知らない方ね、いらっしゃるみたいですので、ぜひね、今ね、燃油サーチャージ、今現時点でも高いのに、12月からね、さらに高くなるっていう風になりますよね。ですので、外資系のマイルね、貯められている方、アメリカン航空とか、ユナイテッド航空とか、エナーカナダとかね、アラスカとかね、ありますけども、まあ、ここら辺のマイルね、貯められている方はですね、まあ、ほとんどね、燃油サーチャージかからないでね、利用することができると思いますので、そんなにね、この燃油サーチャージの変動っていうのはね、気にならないのかな、なんていうふうに思うんですけども、やはりね、ANA マイル、JAL マイル貯められている方はですね、この燃油サーチャージね、こんなに上がってきてしまうとですね、本当に必要マイルですね。マイルを貯めてもね、お得に利用することができないみたいな感じにね、なってしまいますので、ぜひね、かからない航空会社っていうのがありますので、ぜひね、今の時期はですね、こういったね、かからない路線を利用していただくか、まあ、外資系のマイルね、貯めていただくのがね、おすすめっていう風になりますんで、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックいただけるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。